大北日本人学校安茂は、台湾台北市士林区と北投区の間に位置する高級住宅街の地名。北京語では、ティエンムと言い、これが訛った天無という言い方が、現地在住日本人の間などで広く使用されている。日本人を含む外国人居留者が多い高級住宅街である。日本人学校やアメリカンスクールがある。各国の大使館も集中している。また、近隣の裕福な住民を主な顧客とする大場高島や新興三越安茂店、遠東そごう安茂店などの百貨店や賀武士、影城などの娯楽施設、多くの飲食店などが集まっている。日本統治時代には、安茂温泉と呼ばれていた、舎房、谷温泉もある。安茂は、正式地名ではない俗称である。かつては、三角穂と呼ばれていたが、日本統治時代に、神道系の信仰宗教である、安茂教が、そこを本拠地として、神社を創設したため、後に、神社周辺の地域が、安茂と呼ばれるようになった。ただしこれは地名から教団名が後付けされた可能性もある。地元の人たちの氏神様でもある御霊宮には日本時代にすでに安茂バス会社や安茂温泉があったとされている。安茂は日本のアマテラスオオミカと台湾人が信仰する媽祖の神様であったようだ。別の説では地名を尋ねられた台湾人が長夢ティアーボーと答えたのを西洋人が聞き間違え、そのまま安茂の地名になったというのである。安茂教の説や安茂バス会社とは別に台湾では台湾語由来の逸話が広く知られている。清国統治時代は原野であり、17世紀頃は原住民のケタガラン族が居住していたという記録が残っている。この一帯に温泉が存在することは知られていたが、毒蛇がたくさん生息していたこともあり、開発されなかった。1931年に、この一帯の温泉の権利を取得した安茂教が移転し、教団施設を造営、菊本百貨店の重田英二らと温泉保養所、安茂温泉を開発するとともに、バス会社、住宅地開発などにも乗り出した。終戦後、安茂教の所有する資産はすべて国民党に接収され、住宅環境が整備されていた、この地域に高級官僚である、外商籍官吏たちや、米軍関係者が住み始め、高級住宅街として発展した。台北の歴史を歩く安茂の歴史を探る片倉、義文、台湾情報誌、交流 2013.3 No.864。ありがとうございます。